オクテットチャンネル。こんにちは、オクテットメンズファッションチャンネルの林です。僕のチャンネルは自分の気に入ったアイテムやブランドコーディネートのアドバイスをするチャンネルとなっております。今日もよろしくお願いします。今日はですね、春夏の特にね、日本の暑い夏に欠かすことができないシャツジャケットについていろんなコーディネートを交えながらお話ししたいなっていうふうに思っています。ということでですね、ぜひね、アラフォーアラフィフ池江おじのね方々にはやっぱりシャツジャケットを使っていただきたいなっていうふうに思っているんですが、やはりね、夏だとどうしてもハーパン T シャツとかね、デニムに白 T とか、そういうねこうシンプルなコーディネートをしがちなんですけれども、どうしてもねやっぱりこう肌をね見せすぎてしまうと、正直ね自分たちこうおじさんにはちょっとだらしなく見えちゃうんじゃないかなっていうふうに思ってしまうので、そのねだらしなさを防ぐ意味でも一枚上に羽織るっていうのはねすごくこう大事なポイントじゃないかなっていうふうに思うんですが、それでもね、例えばねテーラードのジャケットとかブルゾンとかはやっぱり着づらいので、そういった意味でねシャツジャケットをぜひお勧めしたいなっていうふうに思っています。こちらはねジャンネットというブランドのシャツジャケットなんですけれども、シャツジャケットの特徴としましては袖のね、ボタンが大体ついていないということですね。あのジャケットでボタンついてるついてない見てる人いるかもしれないですけども、大体はねついてない、もしくはね気にしていないと思いますので、ジャケットの形をねしているこうアイテムになるんじゃないかなっていうふうに思っているんですが、袖裏地がね大体こう袖の内側には裏地がテーラードジャケットの場合はしてあるんですけど、それがなかったりとか、副資材としてねこうパッドだったりそういった部分がね全て省かれているというのがシャツジャケットの特徴だったりします。それでもこうポケットがついていたりサイドベンツになっていたりと、こうジャケットのね佇まいはしっかりありますので、それで軽くてね、着心地が良くて涼しくてしっかり清潔感もあってエレガントに見えるっていうのがねシャツジャケットの特徴じゃないかなっていうふうに思っています。そしてねシャツジャケットも大体2パターンありまして、1つはジャケットブランド、ジャケットメーカーがね作ってるシャツジャケットとシャツメーカーが作ってるシャツジャケット、これね大体2パターンがあると思うんですけれども、概してなんですけれども、ジャケットブランドが作っているシャツジャケットというと、うちで言うと、ラルディーニさんとか、フィンチャクさんとかは、ジャケットメーカーが作ってるシャツジャケットですね。大体ジャケットメーカーが作ってるシャツジャケットはこれはねあのラルディーニのこうジャケットになるんですけど、こうかなり簡素化されているのでジャケットの手などのね、匂いはすごくするんですけど、胸ポケットがないとか内側にね、内ポケットがないとか、そういったねこう簡略化されているディテールの時があります。ただねジャケットメーカーが作ってくれるシャツジャケットの場合、こういったねネクタイをしたこうちょっとねエレガントなコーディネートも表現することができて、オフからオンまでねこの幅広い着こなしをねサポートしてくれるっていうところもね、僕はね良いポイントじゃないかなっていうふうに思ったりしています。一方ねシャツメーカーが作ってるシャツジャケットは割とねディティールが丁寧に作ってあって、もう本当にジャケットと似たようなね、仕上がりになっているデザインが多いので、そういった意味ではね、どちらも結果的には軽くて着心地が良くてエレガントに見えるっていうことなんですけれども、ちょっとね思想が違ったりするので、コーディネートやったりこう着こなしのね、考える時に実際にこう羽織って選んでいただいたらすごく面白いんじゃないかなっていうふうに思っています。実際ね今着ているジャケットもフィンチャクのね、シャツジャケットになりますので、これもねすごく軽くてインナーがね変わっていってもまたねパンツが変わっていってもジャケットがあることでね着こなしが変わっていくというところをねコーディネートを使いながらねご紹介していこうと思います。はい、最初はですね先ほどの、シャツとねネクタイしていたこう白シャツのコーディネートから、ネクタイを抜いてねこのシャンブレーのシャツジャケットを羽織ったパターンですね。どうしてもシャンブレーの印象としてこう色もあるんですけども、かなりねカジュアルに見えると思うんですけれども、濃いめのねボトムスを合わせることでかなりシックにね、落ち着いて見えると思いますので、個人的にはね足元をレザーのねローファーとか、
まあスリッポンとかね、エレガントな靴を選んでいただくことでカジュアルなシャツジャケットもよりね、こう上品な着こなしになっていくんではないかなっていうふうに思っています。またね、白いシャツこう1枚でもね、かっこいいといえばかっこいいんですけど、どうしてもね、白シャツ1枚だとメリハリがなく見えてしまうことが結構多いので、逆にね、こうシャツを羽織ってシャツジャケを羽織ることでコーディネートのね、バランスが僕はね、すごく良くなるんじゃないかなっていうふうに思っています。まあ若干ね、暑くなってくるので、まあ、シャツを着てジャケット羽織るっていうのはここから夏に向けてね、ちょっとどうなのかなっていうふうにね、思われるかもしれないので、ここから先はね、基本的に半袖の、カットソー T シャツとジャケットのね、組み合わせでコーディネートをね、ご紹介していこうというふうに思っています。じゃあ早速ね、T シャツにね、着替えてみようと思います。はい、ということですね、インナーに、カットソーを交えてシャンブレのね、ジャケットとのコーディネートにしてみたんですけれども、こういった形でね、ジャケットの色とインナーの色をね、合わせると、まあ、色数がね、少なくなればなるほどどちらかというとエレガントに見えますし、色数が多ければ多いほどどちらかといえばカジュアルに見えるっていう原理原則があるので、ジャケットとね、インナーの色を合わせることでかなりね、大人っぽいコーディネートになるんじゃないかなっていうふうに思っています。まあね、全体的にちょっとね、トーンが重めなので爽やかさにはもしかしたらね、ちょっと欠けるかもしれないですけど、逆にね、上品さ、エレガントさっていうのはね、すごく増していくんじゃないかなっていうふうに思っています。またね、なんか T シャツだとどうしてもこう素肌にね、直接着ることになるので、先ほどのね、シャツスタイルだとシャツがありますのであまり気にならないと思うんですけれども、こういうシャツスタイルになった時にやはりね、裏地にキプラのね、裏地とかがあると汗がね、どうしてもへばりついてしまって気持ち悪い感じもしますので、こういったね、コットンのまたね、こうストレッチでよく伸びるようなシャツジャケットを選んでいただくと、まあ、夏もね、こうちょっと腕をまくることでかなりね、涼しい印象も作り出すことができますし、まあ、ボタンもね、ないので、こう楽にね、ラフな形で着こなしていただけるんじゃないかなっていうふうに思いますので、こういったね、デニム、そしてね、ジャケットとインナーのね、トーントーンの合ったもので、コーディネートしてみるっていうのもね、僕は結構ね、おしゃれな着こなしになるんじゃないかな、またね、ファッションにね、あまり興味ないよっていう方でも、こういった感じのね、おとなしいコーディネートだと、意外にね、着こなしが楽なんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ということですね、次はベーシックにね、よくあるスタイリングということで、ベージュのチノパンに白のね、ポロシャツということで、まあ、こんな感じでコーディネートしてみましたが、やっぱりね、これだとどうしてもね、体育の先生感というか、何かね、こう物足りない感じにやっぱりなってしまうんじゃないかなっていうふうに思います。そういう時にジャケットね、1枚羽織ることで、だいぶイメージがね、変わるんじゃないかなっていうふうに思います。あのジャケットを羽織ってみたんですけれども、こういった感じでね、あの白のポロシャツにジャケットを羽織るとかなりね、エレガントな、ね、雰囲気になるんじゃないかなっていうふうに思っていますし、これはね、ヘルノのナイロンのジャケットになるんですけれども、先ほどのね、コットンとは違ってちょっとね、スポーティーな感じのイメージになるかなっていうふうに思っています。ナイロンのね、ペラペラのジャケットっていうのは結構販売されてるかなっていうふうに思うんですが、結構ね、シワにもなりにくいので、こうバッグに入れておいて旅先でね、出してもらうとか、ファッカブルなね、アイテムとしても使うことができるので、そういった意味でもね、僕はね、こういったナイロンジャケットっていうのはね、面性がね、いいんじゃないかなっていうふうに思っています。こういうポロシャツをこう1枚で着ていると、どうしてもね、おじさんっぽく見えてしまうっていうね、ことがね、結構あると思うので、そういう時こそね、こういったジャケットを1枚羽織ってもらうと、コーディネートもね、かなりエレガントに見えますし、またね、こういった、スニーカーをね、合わせていたとしても、ジャケットを羽織ることでかなりね、ビジネスでもいけるような、上品なスタイリングになるんじゃないかなっていうふうに思いますので、まあできればね、足元もあんまりね、おちゃつかないこうスニーカーを選んでいただけたら嬉しいんですけれども、スポーティーなね、スタイルでもこういった形でね、着こなしができるんじゃないかなっていうふうに思っています。今回はね、襟付きのポロシャツを選ばせてもらったんですけれども、逆にね、白のカットソーもね、着てみますので、実際にこう比べてみてね、雰囲気の違いをね、確認していただければというふうに思います。はい、ということでですね、今度は白の T
シャツカットソーとナイロンジャケットの組み合わせということで、カットソーをね選ぶときに一つね気をつけていただきたいのは、こうジャケットを特にね羽織るときなんかは首元がねこうちょっとね詰まり気味、あまり見せてないものを選んでいただいた方がコーディネートのバランスは僕はねいいんじゃないかなっていうふうに思っています。もしね胸元を開けたいんだったらシャツみたいな形でボタンを開けた方が収まりがいいような気がします。それは肌を見せればに見せるほどどうしてもね、男性のこう色気じゃないけどそういった部分もねアピールできるんですが、逆にねこうだらしなさ的な部分も出てきてしまいますし、割とねこう首元が開いてまたねネックレスをつけたりとかアクセサリーをつけたりとかねしていくとちょっとね、イメージがあまりねこう大人の男性でスマートというよりはちょっとやんちゃなね、大人の男性に見えていってしまうと思いますので、まあ、上品なねこうビジネススタイルだったり普段使いの場合はねちょっと首元詰まったシャツを選んでいただいた方がね僕はね、スマートにコーディネートできるんじゃないかなっていうふうに思っています。こういった形でね白と黒のコントラストっていうのはかなりはっきりしているんですけれども、その分ね、爽やかにメリハリのついた着こなしに見えると思いますので、そういった意味でもかっこいいかなというふうに思っています。そういった時にこうインナーとね、足元のね色が一緒とかね、そういったねちょっとどこかの色をうまく合わせることでおしゃれなね、ポイントって上がっていくんじゃないかなっていうふうに思います。そういった意味でもね色をちょっと減らしてコーディネートを考えてみるっていうのはね、僕は大人の男性、特にねイケオジを目指す方にはね、大事なポイントじゃないかなっていうふうに思っています。はい、ということでね最後は、コットンのねシャツジャケットなんですけど、ちょっと柄のね、出た、タイプをね着てみました。今回ねネイチャーカラーを意識してちょっとベージュとかねブラウン、またグリーンみたいな形でコーディネートしてるんですけれども、カラーパンツね着られる方が多いと思うんですけれども、やっぱ夏ねちょっと爽やかにしたいなっていう風に考えた時に白パンもいいんですが、カラーパンツ色のついたパンツを履いてみたいなと思う時にやっぱりね最初に選べる色っていうのはねグリーン、カーキとかねミリタリーグリーンぐらいのね色でしたら意外にね、コーディネートしやすいですし、こうベージュのチノを履いてる方だったらそのベージュのチノとね、入れ替えてもらってもコーディネートがね僕は成り立つんじゃないかなっていうふうに思うので、夏ねカラーパンツ履いてみたいよという方にはねおすすめの色になったりします。そしてねこうナチュラルカラー、自然にある色をね合わせることでまとまりもね良くなってきますので、ちょっとね淡めの色のジャケットを着る場合インナーにねダークネイビーとかを入れてしまうとジャケットがね浮いてしまうことがあるので、ちょっとね淡めの色を入れたいんですが、ちょっと濃いめの色でベージュのジャケットがねより引き立つような、着こなしにしてみました。そしてねもう一個やっぱり爽やかさが欲しいなって思った時はどこかにやっぱ白を入れるっていうのが僕はねコーディネートする上で一番簡単な方法なんじゃないかなっていうふうに思っているんですけれども、今回はね靴に白を入れることでこの爽やかな、ね、イメージがね僕は作れるんじゃないかなっていうふうに思います。結構淡めの色を合わせることでエレガントには見えますしおしゃれにも見えるんですけれども、やっぱりねこうファッション感度がなかなかね高い方ではないとうまくね着こなせないかもしれないので、そういう時にねこういった甘めの濃いめのね色を合わせることでバランスがね非常に取りやすくなるので、同じトーンのアウターとインナーをうまく組み合わせてねコーディネートしていただくとすごくね僕はかっこいいスタイリングがねできるんじゃないかなっていうふうに思っています。まあ大人のね、男性40代50代またねイケオジと呼ばれている男性だったら、1枚ねジャケットを特にねこうシャツ生地のアイテムペラペラの、ね、アイテム1枚持っていることでかなりねコーディネートがリラックスできますので、ぜひね、1枚持っていっていただけるとコーディネートね幅が広がるんじゃないかなっていうふうに思います。ということで僕たちの動画は毎日8時に更新しておりますので、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。またねコメント欄にコメントとかいただけると嬉しいので、ぜひコメント欄にコメントもねよろしくお願いします。ではまた、バイバーイ。We'll be right back.